こんにちは。今僕が泊まってるすごい安いホテルを今日紹介しようと思います。あそこにあるんですけど、ダンダスクエアホテルっていう、今このヤングストリートを、ダンダスストリートイーストの方を、東側に道入ってきたところをずっと しばらく行くとあるんですけど、安いホテルです。で今日は12月31日で、今夕方のちょうど5時過ぎたところですね。なのでもう年末ということで、でこれからちょっとダウンタウンの方行って、で ここもダウンタウンなんですけど、なんかカウントダウンイベントみたいなのも行こうと思うんですが、まだ時間があるのでちょっとゆっくりします。でめっちゃね安いホテルなんですよ。でね、汚いで治安っていうのかな、そういうのもなんかね、泊まってる感じの他の人の感じもあんまり良くないです。今のところが、レセプションデスクで、でね、今2階なんですけど、僕が泊まってる部屋はでね、汚いし、ね、でね、来ましたよ。鍵もこんなチャチンですよ。一応まあ2個ついてんだけど、このね、ここの、これも壊れそうで。で、so, that's it. This is my room where I'm temporarily currently staying at. で、これが、まあ、とりあえずまあ見せるとして、部屋はこんなもんですよ。まあこれ荷物があるのは散らかってるのは汚いって汚いですけど、で、ベッドもまあ寝てたんで散らかってますが、まあ、その散らかってる汚さは別としても、布団もね、布団つうか、ブランケットもこんなね、汚いのよ。まあね、まあ、急いで見つけた場所なので、まあ、しょうがないですが、あんまり文句はないですけど、こんな汚いんだよってのを見せてるだけです。で、まあ、こいつはここに俺がちょうど置いてるだけで。で、この部屋のクオリティね、この穴開き放題だし、こっちも窓になってんだけどね、隙間が空いててね、めっちゃ隙間風が入ってきて寒いの、こっち側。ここがね、割れてるというか、なんかね、フレームが取れてるんですよ。だからめっちゃ寒いの。で、これはなんかヒーターみたいなやつ。これ、回すと、オンになるんですよ。あったかい、ここがね、電熱線みたいになってて。で、テレビがあって。で、あれは下のは自分のパソコンとかですね。寝ることはできるぐらいの綺麗さですけど、まあね、一泊40ドルぐらいなんで、まあ安いっちゃ安いですけど、でもめっちゃ安いわけでもないので、もうちょっとこれより安いとこもあって、さらに、クオリティがもうちょっといいところも見つけたので、でもまあこんな感じですわ。まあ3 nights しか泊まらないので。で、ここに部屋のスイッチがあって。で、これが風呂場。で、下にやつはちょっとフリーの、新聞をいくつか持ってきてっていうのは、ね、こう風呂場だから、なんか靴のまま行くのも嫌だしと思って、でも、ね、裸足のままここに行くのも汚いと思ったので、ちょっと新聞敷いて、でシャワー浴びた後はこの上に裸足の乗る感じでしてます。でトイレットペーパーもなかったのから買ってきたの。しかもトイレットペーパーホルダーも壊れてるし、でシャワールームが、シャワー室がこんな感じで、これは自分のやつです。前使ってたやつは持ってきたやつです、前の家から。でこの何、体洗うのもそれで、シャワーこれはなんかね、ついてたというかぶら下がってたけども、こんな誰が使ったのか分かんないしね、やんないです。でこれは部屋についてきました。もう薄くて、なんかでもまあ一応ちゃんと洗ってあるっぽくて、綺麗っちゃ綺麗なんですけど、薄いです。なんかで鏡がこうやってあって、でこいつらは自分のですね、自分のやつで、なぜかねこのシンクだけはね、まあまあ綺麗なんですよ。ピカピカなの。この石鹸もついてきたやつです。でこれ、そうだ、このトイレットペーパーを買ったんです。1,2,3,9個入りのやつを、そんなバラでね、売ってるお店がこれになかったので、まあしょうがないと思って買って、まあ余ったやつはなんか俺が働いてるとこお店にでもね、あげようかな。
まあ、こんな感じです。まあ、ベッドさえ寝られないほど汚いというわけでなければ、とりあえず寝て、横になって寝て、疲れを取ることはできるので、まあ、その程度でいいかなと最低限思ってたんですけど、まあ一応シャワーもあったかい湯が出るし、そんな感じですね。で、年越し、このビデオを上げるのがいつになるかわかんないですけど、年越しとりあえず、今2013年のね、カナダ・トロントでは今2013年の12月31日、5時10分です、夕方の。あと6時間ちょいで、6時間50分で、2014年になるので、今泊まってるホテルは結構ダウンタウンのに近いんで、ダウンタウンの本当に真ん中、イントセンターとかに行くぐらいでもう5分も歩けば着きますね。なので、ヤングダンダースクエアとかでなんかイベントやるのかなと思ったんですけど、あそこではやらないっぽいのかな。あんま人が集まってるとかもなかったので。なので、シティホールの前のネイサン・フィリップスクエアっていうところではなんか花火とか上がるらしいので。で、午後8時から12時までその、ね、年が明けるまでイベントやるみたいなので、8時っつったらあと3時間あるので、どうしよう。ちょっとまあビールでも飲もうと思って買ってきたので、それを飲んで、ゆっくりしてから行こうと思います。シティホールの前まで。どんな感じなのかな？すごい楽しみ。海外で、国外で、日本以外で、なんだ、年明けを迎えるのは初めてなので、ちょっとエキサイトしてますね。ちょっと楽しみです。では、そんな感じでとりあえず、本当にいつこのビデオをアップするかわかんないですけど、とりあえず今の状態、今の時間では、年明けの前です。カナダ・トロントでは。では、また、バイバイ。See you next time.